こんにちは、ブルーホースです。ということで続きやっていきましょう。クロガネシティ国王ヒョウタブチラメシーンということで倒したんですけど、あれ、まあ、こんな感じで、相変わらずもうなんか名前に全くもって統一感のない感じなんですけど、まあ、とりあえずクリアすることができて、岩砕基地、あれじゃん、なんだダーン、交通事故でバーって順番に乗れてから白帯シティ、自転車がないと、まあ今日戦わせて鍛えたからいいけど、でさ、はい、白帯10秒9、数えられてるか、数えろよ。もうなんかさ、俺の友達っていうか、なんか昔の会社の同期にこういうやついたんだよな、マジでなんかこう無理みたいな。野生のピッパー、あ、そう、これめっちゃ楽なんだよね、ありがとう。ドン、何も出てこない。びっくりした、ポケモンか。ドゥドゥッ、あー、今さら出てこられても困りますね、あなたのことをやつだけにして死んじゃう。で、フルダチン、フルダチンにはコノハの術、コノハ忍術学院の、あちょ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 、え、あー、そういうことか、頑丈なんです。そうなんです、頑丈なんです。彼今さら丸くなったところでもっと尖った性格で人間か余っていこうぜって何の話だということで、ちょん、いやー、前回危なかったもんね、本当に。ほら、あの、なんだっけ、なんかよくわかんないけど謎に成長2発かますっていうさ、もうバカなことしだしたからさ。ということで、タタ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 、あ、ちょ、じゃあこっちあれか、チャリがないといけないところだから今一旦こっちに進んでくるのでいいか。ということで、タタタタタタタ、バスに乗って揺られてる、バスどこ、こっちぴょん。で、戻ってフォトブキシティから行けっちゅう話、あれ、こっなんかあったっけ、なーにーもなー、これっぱっちもなーい。無作為に登っていったら、あれ、ここまだ無理か。お、おじさん話が、はいはいはい、はい、木の実よりポケモンが勝手に食べて回復してくれ。なんだなんだなんだ、あー、出た、おかっぱ頭。ブルーホースよ。これ、男だったらね、割とこの髪型好きなんだけど、男がこれやったらもう、ただ、ね、なんか急にお仕事して、あ、でも、今回のさ、その、なんか銀河団さ、結構、なんだろう、やばい集団だよね。マジで世界滅ぼしますよっていう感じだ、でもね。下っ端と下っ端でね、名前がないんだよね。まあでも、青い髪型ってのがセンスがないよね。これ、なんだっけ、なんかな、なんかいつかの、漫画に出てきた。おーおーおお。まあいいや。じゃあとりあえず戦いましょう。で、どっちも芝居一つなんだけど。ああ、これ、じゃあまあ両方攻撃できるんだったらやっちゃいましょう。クラチン、いや、くらまねえなー。どっちも、微妙か。はい、お芝居、ありがとう。てか、レベル9のさ、ポッチャ、あ、じゃあレベル9じゃねえや。レベル9のこの2匹に対してさ、そもそもさ、吸い取られますな、こっちかい。レベル13って出てきてる時点でもう、ポッチャマ1匹でなんとかになるんじゃねえかって思うんだよね。ということで、ポッチャマに対して、もう、すべて委託をしようと思いますので、今一番レベルが低いのは出川か。じゃあ出川行きましょう。怖いよ、怖いよー、やばいよ、やばいよー。なんか出川のさ、なんかの番組の時でさ、なんだっけ、あれですわ。なんかお父さんとそのおじいちゃん、おかしい、お父さんとおじいちゃんかが、なんか58歳でそれぞれ亡くなってて、で俺も今年58なんだよね、だからそこを超えられるかどうかが、その親父を超えら、親父とじいちゃんを超えられるかどうかなんだみたいな話で、まあ無事今59歳か60歳か迎えられたみたいな、そうなってた。お前がレベルアップするみたいな。ヘイラッシュイン、ダダ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 ダ、お子様二人に負けてしまいました。作成大失敗です。まあ、ここに関してはね、順番地がなくてもなんとかなるところで、みんなに優しかったら、子供に向かってポケモンで勝負しようぜって、おい、磯の野球しようぜみたいな感覚で勝負してきたけどさ、力捨てポケモントレーナー、お前に、やった、90%、え？ポケモンの 90% は進化するのか。よし、じゃあ実際に本当なのかどうかっていうのを試してみよう。まず、ファイヤー、サンダー、フリーザー、いずれも進化、誰？あの兄さんたちえらい格好してはったけど、コテンパンしとったな。うちほんま胸オープン、おっぱいプルンプルンやで。うちこの先の様子がしてパソコン管理してたら、水木言うねん。今を見せてもらったら、お礼にあんたのポケモンボックスにどっからでもアクセスできるようにしてあげるわ。それとこのボールカプセルあんたにプレゼントするでいい。ボールカプセル。ありがとう。それ、
それはいいんだけど、はい、ほならまたね、いやまあ今回もデコレーションするほどのちょっとあれはいいかなと思ってるんだけど、まあ、そんな話はいいとして、ここにテッテルテペッテッテッパイキュンキュンのおっぱいペイパイ、ただの下ネタ下品なおっさん。そうなんだね、やばいんだよ、これさ10代とか20代とかが言ったらさ、あーなんだただのなんかね、あの発情期なのかなと思うけども、30を超えたおっさんがさプルンプルンとか言ってたら本当にもうただのね、あのイカれるやつだよね。自虐どうぞ。俺はデッパ。誰がデッパ。おそらくこの辺りのレベル感のやつだったらもうあのフルダチンじゃなくてもさ内チンでもいいと思うんですけど、どうしよっかな。次捕まえそうなんだよね。毎回そのポケモンの名前を考えるのになんかもうあの全体的に下ネタしか浮かんでこないっていうのがあるからな。いやーこの子たまらんね。こう細身のスタイルで多分ね、あの D の70くらいかなって思うんですね。目と目が合う瞬間ってやってないで、とってもいいでか。手がわかるのか。よし。お兄ちゃんお兄ちゃん、勝負しようや。お父さんからもらったポケモン、じゃああなたにまだ懐いてないから戦えないんじゃねえか。やばくないやばくない。テッテルキーテッテルキー。ああ、お父さん。お父さんあれだな。この子に勝たせる気ない。まあ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 、でもね、レベルアップしてたらね、てか、普通にコイキングはね、捕まえようかなと思ってるからね。ということで、体当たりからマッチしていきましょう。コイキング捕めて、やっぱギャラドス、ミスカットなポケモン、ギャラドスに進めていこうかなと思ってるから。うわー、ぴょんぴょん、ぴょん、ぴょん。かわいい。ということで、どっち？しばき。あなたが早いのかわいい。ちょん、ちょい、ちょい。さよなら、バイバイ。俺はこいつと旅に出る。むっこむくむくむくりむくりむくり、あそこがむくむくしております。いえいえいえ。でほいほいへい。よし、じゃああと容赦なくいきましょうか。ありがとうございます。ということでいきましょう。はい、いいかも。はい、レガーがさ、体当たりとかってさ、もうなんだろう、あれよね、シンプルに、もう本当に、あれ、何ゲーテンだったっけね、まあ、もともとは上島さんとかがね、やってたとき、本当にね、もうなんか昔さ、志村けんの なんとか食堂とかさ、運送屋とか団子屋とかさ、なんかそういういろんなさ、コント番組とかあった中でさ、ね、まあ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 、まあ、いいでしょう、いいでしょう。オッケー、よし、じゃあ、スモミーだ。こいつの名前ね、もう決めてるんですよ。方形、仮方形で、やめとこう。シンカー3段階するじゃん。スモミーからロゼリアからで、あーやばい、これめんどくさいことになる。しびれビリビリビビリビリ、合わせてお尻がかわいいな。デッパじゃねえ、ビッパか。出川なんだけど、さあどうする。あーやっぱ吸い取ってきますよね。どこから吸ってるのかな、どこから吸ってるのかな。こいつオスだっけメスだっけ。出川撃っちゃった。それによって、そう、座れるところがマウントレーニアになるのか、それともポーケーの方になるのか決まるっていうね。メイちゃん、メイちゃんかわいい。手怖いんですわね。ということで、ね、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、非常にめんどくさいことになったので、じゃあドンパチ、あ、じゃあ、ワイでいけるの？俺何しよう？まあまあまあ、そんなことです。はい、勝負しようぜ。なんだ、てめえ、勝負できてるかよ。じゃあいいよ。あれ、あれ、ピッピー、俺ピッピピー。どうしようかな。ここら辺、あー、でもこっちはまだいけなさそうだから、もうシンプルに行きましょう。野生のビッパー、なぜか自分のビッパーを攻撃ができないってね。ということで、こっち抜けていく。ビッピーの普通に覚えさせた方がいいのかなと思ったり。なんたりしたりして、ギリギリーか。 あ、はい、ただのアドバイスオタクでした。ちょ、ピッ、なんというパフパフなお姉さん、私のことをムニムニしてみませんか。ほったからでようでござんすよ。わー、結構豊満じゃん、香りか。いやー、多分フローラルな香りがするんでしょ。くだらね。あ、でもやばい。でもマジでこいついい感じしない。威嚇、でもこいつあれだもんね、特殊攻撃だから意味がないもんね。チャッチャラーチャーチャッチャラーチャッチャラーチャッチャラー。じゃあ噛みつきましょう。お姉さんに噛みつくってね。
ね、甘がみなのか、ね、あの思いっきり派手か。悩んじゃダメですよ、人生悩みが尽きなかったらもうただの一個、なんだなんだな、不眠症になりました。ちょちょちょ、何してる何してる、めっちゃ逃げようっつ、違う違う違う、仮面仮面なんで、むき出しにして差し上げなさい。おー、シャレマンボウありがとうございます。チェリーム、チェリーチェリーはアルキニムでいきましょうか。オッケー、じゃあ、チェリンボ、あーで、つつくだっけ、あ、あー、すげえ、つつくとか風起こしよりも先に翼で打つという最強の技が手に入って、あれ、翼で打つって今弱い職員だっけ、160のイメージだったけど今そんな威力高くないのかな。まあ、つつくの方がなんか面積的に似たから、あー、プルンプルンしてるわ、あなたからいい香りがします、あなたの髪の毛と、そしてお、ダークホイス吸い殻、いい匂いがしました。あとの変態だもんね。眠気覚まし。こいつはなんか、あれ、ねえねえ、虫ポケモンのことどう思っている？僕、虫タイプ苦手だから、ブチブチ潰し上げて差し上げます。で、大輔。大輔の毛を木に変えて、大好き、大輔ちゃんね。あ、昔いたな、大輔って。どこにでもいるわ、大輔。有名な大好きだと誰がいる？ということで、じゃあ、でも、こいつ攻撃力が高いから、で、ちょっと結局噛みつく方がいい気がするんだよな。あー、ちょっと。で、ひるんで動けませんと思う。じゃあ、お前のその短いお手手で叩かれても痛い、シンプルに痛い。ということで、電気ショックどのくらい、死んじゃねえかな。あー、死んだもん。ありがとう。ビリビリ。じゃあ、じゃあ、オッケー、タラタタン。チャ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 。これさ、あとさ、もう一個気になってるのは、こう、まとめてみんなレベルアップしてってくれるじゃないですか。だけどさ、何？直接戦わせた方がステータスが上がりやすいのか、それとも、普通にこう、引っ込めてる状態でも同じようにステータスが上がっていくのかっていうと、どうなんだろうな。まあ、普通に考えればさ、こう、ね、スポーツとか勉強とかでもそうじゃなかったね、自分で勉強したりとかさ、自分で、ね、スポーツやったりとかする方が経験値上がって、なんかただ映像を見てるだけですよりはさ、なんかアップしにくいじゃないですか、アップしにくいの。ごめん、日本、おお、もう進化だっけ、やったー、ありがとう。じゃあお前のこと一生忘れないよ、アルギニヌから。そうだな、じゃあカルニチンでもなろうか。うん、全然効果が変わってくるからあれだ。チャーチャーチャーチャチャチャムクバーズ、名前は変わらないですね。まあでもやっぱムッキムキになっていくタイプだから、まあアルギニンのままでいいんじゃないかな。15キロの鳥ってだいぶ重いな、今のうちの娘並みに重い、3歳児並みに重い。チャーチャーチャーポケモンポケモン、チャ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 、オーケー、チャーチャ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 、こんなやつ、お前ちょっと草むらに来いや、女の子だからって遠慮しねえぞこの野郎、サリとサリだ、お母ちゃんとパパがあれだと、名前めんどくせえからって言ってさ、もうラリってくれよって、双子でラリっちゃえばいいんじゃねえかって、そういう名前つけたんだろ。別にサラちゃんとサリちゃんに何かあれがあるわけじゃないけど、親が悪い。ということで、ドンパチ威嚇。さあ、じゃあ続いてですね、多分フルダッチも進化するでしょ、このままでね。よし、じゃあ、もうめんどくさくまとめてやっちゃいましょう。いけー、もうすぐ、ブレッカーを見るか、生えるか、うわっ。わっ、わっ、わっ、うわっ。噛みつきましょう、何度でも。あちょっ。あ、大したダメージが食らえられない。あちょ、あちょ、あちょ、あちょ。おー、まさかの、ピッピー。じゃあ、こっちと、じゃあ、はい、ハンアリウムと、あ、無理だね。じゃあ、ハッピーカッターしょ、ハッピーカッター。じゃーん、じゃーん、パパ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 、噛みつくんだ。で、あ、でもあれなんだ、フルダッチのあれなんだ、素早さ低いんだな、今更見た目ですけど。ということで、一気にここで回復じゃないよ、あれこの人ターじゃない、2体分まとめて定義値もらえるよね、500くらいくれるかな、あながち366だったらそこまで低くなる。 OK、 ドンパッチン、フルダッチン、攻撃力が高いから自信こんね、コロハとかあれでもあと2日8分多分普通にあれか、ソーラービームとか違って、うん、ええ、進化しないのか、レベル10
8になったら進化ってところなのかな。OKOK、まあ、まだまだ時間はありますんでゆっくりやっていきましょう。あれさっきの女じゃね、右下にいるやつ。てかもうあれだよね、スポブラ一丁でなんかもうぶん回して歩いてるってスケベだよね。襲われてもいいけど、あ、こういう考え方から犯罪者になってくるの。それじゃダメって、ダメ、そんなとこ触っちゃダメ。で、ここはお花畑。あれ、そのさ、木の実の話がめちゃくちゃ、おー、え、あ、そうです、そうです、人生経験が長い方々の、あの、一言一言は重みがありますよね。で、意地の勝負しようぜ。クソタイプ苦手なの。クソタイプが苦手ってなんか微妙じゃない。クラプチャンとカピッポピン。クラプ、ふかふかの土になった。で、こっちが、オレンジャンテクポポン。嫁がね、木の実を植えて育てるのが大好きっ子だったんだよな。で、こいつだっけ。お姉さん、お姉さん、イチャイチャしようや。勘弁して。やったー、乳首の実。クリクリしましょう。お姉ちゃん、お姉ちゃん、わしとチーゴしようや。ああ、おお、くれた、ありがとう。パッパカパッパ、パッパカパッパッパー。ポケモンって出てくるとね、やっぱね、レベル上げると、その、やつも出てくるから、麻痺だけど、ああ、じゃあ普通に一個ずつある。で、ジョロとお水、主人公はレフティーハンド、オッケー、よし、オッケー、オッケー、とても喜んでおりますので、この部屋に泥棒しに入ります。お邪魔します。で、典型的な昭和の父、それもあの昭和中期くらいだよね、1960年代とか70年代とか。おお、かっ、じゃ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 ん。もう一個ね、ごめん、もうおっさんだからさ、なんかこういう子のうんぬんとかってあんまり送ってないんですよね。ごめんね。あ、これじゃあまとめてあれか、水あげれるんだったっけ。まあいいや、桃、桃は確か毒だよね。桃で毒を除去できるっていう話がいいですね。桃で、とても喜んでます。ねえねえ、パパ呼んできてほしいの。宇宙人みたいな、宇宙人にいたずらされてる。いたずらしちゃうぞ。ああ、これじゃ誰も通しません。スローラ、あなたは関係ないのです。関係ないこともないでしょうよ。遊ぼうよ。お兄さんと遊ぼうよ。傷薬。気持ちが手に入るのかな、なんか手に入るんだから一匹捕まえていきたいけどね。くる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 、ちょっと金曜日にここでクワンティーが出てくるんじゃなかったっけ、ま、全然出てきた、あ、やっと出てきた、一瞬固まった。さあ、おお、新しいポケモンだ。そう、なんかね、とりあえず新しいポケモンを捕まえていきたいんでいこうかなと思いまして、うん、じゃあとりあえず噛みついたら死ぬ。いやー、ギリギリ来てるでしょ。さっきレベル9のやつね、3分の1くらい削れなかったから、おお、意外と高い攻撃力。攻撃力じゃない、防御力。もしくは HP がめちゃめちゃ高いか。でも、8キスレベルだったらさ、ねえ、うん。いつもあの、X と Y のボタンの位置を見せるんだけど。ということで、新しいお仲間をゲッチュでございます。ありがとうさんす。イエス、サー。バン、ペクパッ、バン。パパパパパパパー。みんなさ、このポケモンだったらさ、マスターボール、どいつに使うのが正解？バチリスかーって。こいつこそドンパッチじゃねえかと思ったけどね。なんか、あったよね。なんかさ、昔さ、ポケモンのさ、パチパチする飴のやつなんかなかったっけ？うわー、忘れたな。もういいや。もうちょっと、ごめん。何も思い浮かばないからの、パチリスとポケモン合体させるわ。はい。こっちも。本物とこで、こっち進んでも、いくらなんかいるんじゃないか。はい、新しい、おー、ブイゼル。あー、いいですね。水タイプのポケモンが全く今いないところにないから、こいつを捕まえるのはありですね。ただ、レベルが低くてね。ということで、電気ショックかまします。捕まえる気ゼロ。でもなんか、ダメージ与えなくても捕まえるんじゃねっていう。気はするんだけど、ゴブレー、ギリギリ崖の上に行くように、
フラフラしたてダンス踊ればいい。OK。あ、サスペクラゲットできるでしょ。パンタパタタペピチョン。ごめん、席行った。ウィーゼルか。ウィーゼル。いやー、ちょっとごめん、もうなんか全然面白い名前が思い浮かばない。よいしょ。どこにその要素があるのかわからないかもしれないけど、まあまあまあ。まあ。よし、じゃあ、2体捕まえたし。入るなよ。え？入りそうだな。俺勝負してみろ。と血気盛んな方々が多いざんすね。いいよ、やってやるよ。こいつにも名前つけてあげてよっていう話なんだけどね。かわいそうだよね。まあいいけど。よし。なんかさ、桃鉄とかと比べるとテンションが違うでしょ。さすがにね、そこまで情報ネタがこうポコ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 入ってくるわけじゃないから、なんかずっとあのテンションで喋り続けるのもしんどいなと思って、なんか比較的おとなしい感じでプレイをしてっているところですね。ということで、噛みついても、あ、そっか、こいつ高校だからあれか。いや猫の爪ってね、ほんとね、取ってくるとプチで狂気だからな、永遠に生傷が絶えませんよっていう、そんな感じなんですよね。ということで、にゃーと泣いてところ残念でした。私、電気ショックをかわしますんでね、全くもっと攻撃力を下げられることに、ね、意味がないニュアンスを届けてしびれなさい。ディリ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 。オッケー。さてさて、じゃあさよなら、バイバイ。よかった、ペイン。出川がレベル13。いいですね。あ、いいね、出川の続き。出川ってでもさ、あれじゃない？どっちかって悪魔のキスとかそっちをやった方がいいんじゃないかって気がするんだけど。ほい。保管。出川の続きを。なんか、こうなってくると面白いから芸人さんの名前どんどんつけていこうかな。ね。全初期はもう、なぜなら、花丸がもっと、ああ、なんかそういう意味では俺の勝ちだ。ガチャリ。もうなんかさ、負けたことの腹いせにさ、そういうしょうもないことするやつってさ、大人としてマジでダサいよねって思うんだけど、みんなどう思う？ということで、こっち行きましょう。とりあえず回復しよう。こまめに回復はしていくタイプです。ドゥッドゥッ。左下のお姉さんもあれなんだね。この世界の人たちってさ、主人公も聞かれたけどさ、髪型も出した、髪の色も自由でいいよね。ピンク、緑、黄色って。この中で誰一人統一されてないよね。まあ、左のおじさん、ハゲ上がったけど。ハゲハゲピッピピー、ハゲピッピピー。俺もいずれ、親父に近づく、そうなるよ、と。だなだ。じゃあ、何もって甘い道を全部よこせ。お前の先っぽから出てくる液をチュル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 吸ってやるよ。ああ、あなたたちはそっちの方だったんですね。で、早速ですが、またも、ポテンパンに。ポテンパンするのはいいんだけどさ。あれ、それでいいの？もしかして連続で出てくるとか、そういう面倒くさをちょっと。まあいいけどさ。こう、生きてる。まあ、岩崎を使ってるわけじゃないですか。岩崎を使ってるってことは、バッチリ1個取ってるってことだよね。どうやってあなたがこれ、ひょうたに勝ったのか教えてよ。ねえ。ひたすら糸を発砲しまくったのか。あ、毒針。ああ、なるほど。毒針って、で、毒にさせて、毒になっちゃったよ。毒になっとんだな。マジか。うお。ニュルニュル。しかも、毒針より攻撃力が高い。えぐいですね。若干ね、なんか腕組んで余裕そうだけど、後ろのやつ。てか待って、花畑とは、なぜ銀河団の時だけ、なんか下が急に 3D 映像かのようになるんだ。うげえ。やばい、ドンパチ頑張れ。カラサリス。あー、じゃあ、これ、リーゼント頑張れるかな。あ、まあまあ、いいか。リーゼント頑張ってもらわなくて大丈夫かな。ほいほいほい。腹パッチン、ゲイ。ちゃ。あ、そうか。宿り行きの種じゃない。今何だっけ。もう、まあ、なんかよくわかんないから、あれだな。地面から空中飛ぶしてきて、はい、一撃必殺さえなるから。効果は十分です。ごめん。あ、なんか倒れたかどうかもわからない。さなぎだからわかりにくいですか。オッケー、リーゼントがいいですね。レベルアップしますね。では、ヘイラシーン。だ、これで、どうされたらもう一回出てくるんだろう。だから、いつまでも俺は下っ端なんだよな。そうだな。アゲハントにもできないようなやつは永遠に下っ端だよ。おや？いいですね。ドッ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 ドン、パッチー。
ハンパッチがあれこれ何になるの、コボルクだっけ、どうだったシオルクシオ、うわ30キロ、いきなり9歳児くらいのボーナスが減るぜ。あ、お給料式なんだ。あ、それはそっか。でも銀河だってそういうなんか、でもお給料渡してあげるっていうなんかあれだね。でもどうなんだろう、あの外資系のようにさ、出来高重視なのかさ、それともあの基本給ベースなのか、どっちなんだろうね。なんかこれだけの成果を上げることができればなんだけど、でボーナスってことは成果給結構あるんだろう、73とかなのかな。精神力、攻撃力が下がらない。あー素晴らしいですね。じゃあはい、ギリッと急にでかくなったな、ルクシオ。あっやあ、さよなら。ズバッとか、ズバッとやられちゃいましたね。おしまいか、おめえの方が弱えじゃねえかよ。一体だけ、まあ数が強いかどうかって問題じゃないからね、仕方ない。ひとまずあれかっていう。で、おい、これなんだ、あいつらの壺から落としてたの、ちゃっちゃかちゃっちゃっちゃー。すっげえ助かったよ。おかしなこと言って、君の格好も十分おかしいけどね。うん、まあでも多分この格好で出られること結構あったかい場所っていうことなんだろうね。こっちの進んでても多分甘い水買うだけしかないのかなと思うんだけど、じゃあ、順番を変えていき、あ、毒になって歩いたら体力が減っていくみたいなことここではないのかな。まあ、ちょっとヘイらっしゃいよ、なんか戦闘の仕事。でもな、ヘイらっしゃいよさ、それってところで残念ながらさ、本当に残念ながらさ、本当に残念なんだけど、ゴローニャにできないんだよね。防御力はもうなんか鬼のように強いから、なんかこう壁役としてね、特にそのノーマルタイプで出てくるところとかもあるじゃん。ノーマルタイプで出てくる今回ジムリーダーっていたっけ。どうすると、いやノーマルはいなかったか。1,2,3,4 忘れちゃったな。5番目のジムリーダーって誰だっけ。5番目があれか、ゴーストか。6番目があれ、コメント元に発電所の中に入ったら、わあ、なんでおめえさんがいるんだしゅーって言われそうだけど、まあそれは発電所の鍵を手に入れたから、だいたい発電所の鍵がどこにあるか誰が持ってるかっていうことをバラす時点でお前もうあれってクビなんだよな。はっ、幹部に連絡くださいに。ああ、いたで、こっちからね、実はね、ちらっと乗っけるんですよ。で、あのますます変なやつがいるんだよ、火星人がいるんだよ、火星光景がいるかな。で、でも、そろそろいい時間になってきましたね。じゃあ、こいつをポコポコにできたら、あれかな、マユルド。戦う気がないんだろうな。でも、マユルドを野生で使えたら硬くなるしかできないけど、しかも毒針とか覚えてる状態になるんだけど。どうするのがいいかな。砂嵐したらあれだな、後半のやつら。でも、確か岩と虫って最初、そもそも。あ、やばい、硬くなってきやがった。ペケン。なんか耐えたぞこいつ。ケムスがね、蝶々になったりガになったり。ガになる方は分かるけど、蝶々になる理由はよく分かんないよね。さあ、お前の硬さが勝つか、俺の丸まりが勝つか。さあ、加速度的に頑張っていきます。いや、あとコロ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 、肉弾戦車、俺の勝ち。やばいでやんすね、またのお越しをお待ちしております。ちゃ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 っちゃちゃちゃっちゃ、はっ、仕事の邪魔をされた。違うんだよ、俺の仕事がそもそも世界平和だった。あれ、クレーム、声大丈夫、出る、オッケー。下っ端テストです。じゃあまた肉弾戦車でもするか。オッケー、じゃあ豪華抜群いきましょう。ほら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 、おお、いいですね。これ交換しなかったら連続でやっていくのかな。あ、いいじゃん、ラッシュいいやん、なかなかラッシュはいいじゃないですか。フルダチンがフルバッキンで、あ、呪い、呪いは違う、素早さが、あー、そうだね、素早さ下がって、あー、まあ成長の方がいいかな。ニャルマ、じゃあ出川に行くか。出川好きしていこう。で、熱々のおでんも食べさせてみる。出川 S ニャルマ
こいつはまあまあ、でも普通に攻撃力高いと頭突きやると、あー騙されました、ご勘弁ください。そうだな、素早さやっぱ猫の方が出っ張りも早いな。まあ出川さんそんなに素早さは高くないもんね。で防御力高いじゃん出っ張さんって、ごめん出川さん間違えた。あーやばい、これでもう一旦あれかな、泣かれると辛いよね。やっぱ女の涙は塩の味って言うじゃん、普通だな。おおギリギリだな。じゃあ体当たりしましょう。あ、あれ攻撃ない ない騙すか泣くかってさ、マジで女じゃん。あ、女で、まあ、こんなこと言ったらなんか変形になるけどさ、ね、騙し打ちはしてくるわさ、騙し打ちはまた別の技だよ。うん、騙してくるわ。で、あの、そことを指摘したらさ、それじゃ言わなかったら怖えって泣いたりとかってさ、なんとか駆女子みたいなのでありそうで、銀座の目的を知らないくせにって、まあ、下、あ顔が大きいな。今よりも素敵な世界を作るためにいろいろと頑張って、なかなか理解されないなと分かってくる、ちょっと悲しい。でも結局あれでしょ、ポケモンを支配するっていうねことなんでしょ。とかさ、ポケモンで戦わせるっていうことはさ、よく考えたらね、わー、まあ多分ね、あの受け入れられないのは目的よりも服装と髪型だと思うんですけど、どうですね、個人的にはそう思うんだけどな。ということで転がりましょう。肉弾戦車ゴルゴル、あ、やべ、あ、強えぞ、ほら、ワッカツ、そう、あ、ゴル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 、毒タイプ、あ、でも気泡タイプのあれだからそっちのダメージ食らう。なに、いやいやいや、お前こそ俺のポケモンに何するだ。おい、それってさ、どうやって来てんのね。下と上はバラバラなのかな。ここで転がりました。ドドン、ごちそうさまでした。えいで、ブニャッと、おお、いきなりボス出てくるのか。じゃあそのまま転がりましょう。でもさ、やっぱブニャッとしちゃったから素早さそんな高くないと思うんだけど、意外とこっち素早さ高いんだよ。あー、キルされたら、キルマされたら技が出せないんです。へっこんじゃうんです。どうしようかな。じゃあもう一回転がりましょう。あ、盗み、残念でした、何も持っておりませんでした。ということで転がりましょう。さあどこまで食らうかな。うわー、熱い脂肪ですね。肉が熱いから、こわー、やばい、ピコンピコン。ここで交代をしたいけど、転がるを移し始めてしまうともう無理なんです。なんか食い始めた。うわー、アーモンドナッツ食べてやがる。うわー、くっそ、悔しい。ブリブリブリ、俺の身、あんまり本当にあれだね、もうムスッと竹田キシートこのったよ。うわー、くっそ、あらっしゃい、ごめん。ということで、仕方がないんで、じゃあアルギニンとか、素早さだとこっちの方が早いでしょ、だって空飛んでるんだもん。下がれ下がれ、攻撃力、そっか、岩タイプ使ってたから泥棒、おめえのが早いのか。いや、可愛くない鳴き声だな。どっちかって言ったらあれだな、鳴き声が可愛くなすぎてちょっと耳塞いで攻撃力下がるって、そういうオチなのかな。勝ってーな勝ってーな。かき分子でもするか。いや、うわー、見てくれグエ、やばいやばい。これじゃあ、何ターンかかるかわからない。あーちょ、あと2ターンかな、あと2ターンでなんとかなるかな。あー、また盗みやがるこいつ。だから盗むもんないんだって。あなたはとんでもないものを全部盗んでいきました。私のコンパクトケースです、女子しか。ということで早く行きましょう。シュシュン、あばいやつね。あれ、あ、翼で撃っての攻撃力って結構見てなかった。おーおーおー、なんか見た、すごいレベルアップしてる。プンパッチ、リゼントもいい感じだね。じゃじゃじゃん、じゃあ、あー、リゼント電光石火、リゼントが電光石火、あー、2体だけか。あー、サッタいると思った。あー、生意気な子供ね。じゃあ負け勝つか負けるかで生意気もクソもねえんだよ。ララ、負けちゃった。はい、じゃあバイバイ。潔いよね、でもこいつらね。ということで、娘さんからのパフパフはいただけるんでしょうか。パパ、娘さんを僕にください。やっと娘ね、テンション上がって、あー、ごめん、10年後でいいです。風船ポケモンさん、また来てくれるね。これなんかやった意味あるのか、関係あるのかな。ということで、じゃあ、ポケモンリーグじゃねえや、ポケモンリーグに今挑んだらボッコボコにされるから、
一旦じゃあ、回復をして終わりにしたいと思いますので、最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。今銀河団の目論見が一体何なのかというのはこれから種明かしされていくところなのかなと思いますが、ストーリー楽しんでいただけたらと思います。ということでチャンネル登録ボタン、グッドボタンもよろしく。ではまたお会いしましょう。バイバイ。